マリンパルオナガお魚市場は宮城県オ鹿郡軍オナ町浦宿浜市の浜山にに所在している商業施設である。2011年3月11日に発生した東日本大震災による津波で旧マリンパルオナガが壊滅的な被害を受け休業中であったが同年10月7日、物販部門お魚市場をオナガ町浦宿浜に移転し、 営業を再開した。マリンパル女川事業共同組合は2016年8月に解散した。入居していた店舗は移転や自立再建し、マリンパル女川はなくなったが、2020年1月現在、マリンパル女川が所在していた建物内で1店舗の解散物店が営業中である。マリンパル女川は、 東日本大震災により被災し解体されるまで、宮城県オ鹿郡小永川町はしの上浜あしか229,230に所在していた小永川町への観光物産施設である。1994年に設立された。水災観光センター、シーパルアイ、水産物流通センター、シーパルツーの2つの建物がある。シーパルアイは2007年にリニューアルオープンした。 宮古バス女川海岸バス停からほど近い女川漁港の目の前に建てられている。シーパルアイは、磯辺の魚に触れることのできる水族館、タッチプール、女川湾に生息する生き物の実写映像、女川シアター、体験コーナーのカツオ一本釣りやロープワークチャレンジ、漁業についてや郷土の歴史等を紹介する女川プラザなどの展示内容である。また、 小長町出身の俳優である中村正俊のコーナーが設けられている。シーパル2は1階が新鮮な魚介類や水産加工品を販売する15店舗のテナント市場、2階が海の幸をメインに食事ができるレストランで構成されている。1994年に設立されて以降は長らく小長町の観光拠点として象徴的な建物で、 あったが、2011年3月11日に、永川町を襲った、東日本大震災の津波により、当施設の建物は、壊滅的な被害を受け、その後地震による地盤沈下の影響もあり、2012年3月に、解体工事が開始された。また、被災当時、永川町を襲った津波が町を破壊する様子を、当施設の屋上から撮影した動画が残っている。 2020年11月29日のツイート。Twitter 2021年5月19日閲覧。2020年11月29日のツイート。Twitter 2021年5月19日閲覧。ありがとうございます。